こんにちは、しずる TV です。今回は12月16日にケイトより数量限定で発売されるリップモンスターの限定コレクションマイリップモンスターシーズン4を徹底レビューします。パーソナルカラーや色持ち耐久検証、似ている既存色との比較など行いますので、ぜひ最後までご覧ください。ケイトのリップモンスターは、唇の水分を活用して密着ジェル膜に変化する独自技術を採用した色持ち最強のリップアイテムです。そんな大人気のリップアイテムから限定登場したマイリップモンスターは、1月から12月をテーマとしたリップが展開され、お気に入りの1本が見つかる限定コレクションです。そんなマイリップモンスターのラストシーズンとして、バラエティ豊かな10月から12月をテーマとするモンスターが描かれた3色を1色ずつご紹介します。まずご紹介するのは、10月がテーマの限定色110闇夜のファンファーレです。ブラウンベージュ系でくすみがかったまろやかな色合いが特徴的なカラーです。熟れたかぼちゃのようなオレンジブラウンっぽさも感じますが、深みがありすぎず大人なニュアンスを残したまま抜け感が出るような発色です。唇に塗布すると落ち着いた印象はありますが、リップに含まれたほのかな赤みが血色感をプラスしてくれて、表情をヘルシーに見せてくれます。特にリップモンスター11番の5時 AM の色が好きな人は絶対に好みな色だと思います。肌なじみがいいものを使いたいけど、秋冬っぽく落ち着いた色を試したいっていう方にぴったりの色合いです。次にご紹介するのは、11月がテーマの限定色111茜の静寂です。オレンジブラウン系で赤みを含んだ力強いオレンジが秋冬のメイクを華やかに見せてくれます。黄みの強いオレンジではなく、赤とオレンジを半々で混ぜたような赤みが強めのオレンジですので、普段オレンジリップを選ばないっていう方でも挑戦しやすいカラーかと思います。今回展開された3色の中では鮮やかな色合いですが、普段のメイクにも自然に馴染みますので、デイリーでお使いいただくリップにもおすすめです。秋冬の気分を高めてくれる大人なオレンジブラウンリップを使いたい方は、ぜひ手に取ってみてください。次にご紹介するのは、12月がテーマの限定色112真夜中の褒美です。レッドブラウン系でくすみと深みが絶妙バランスで感じられる色っぽい赤リップです。このリップの特徴は、なんといっても今回の展開色の中で唯一パールが配合されているというところです。クリスマスを象徴するようなグリーンパールが揺らめき、光が当たると少しリップのニュアンスが変わる不思議な色合いです。3色の中では若干深みを感じる色合いとなっているので、他の2色よりも大人っぽく女性らしい仕上がりを叶えられます。リップモンスターの中でも人気カラーである05ダークフィグに近い色合いになっていますので、このカラーの虜になる方も多いんじゃないかなと思います。シックで大人な魅力をプラスできる唯一無二のリップですので、ぜひチェックしていただきたいです。続いて、数量限定色の3色と似ているリップモンスターの既存色を比較していきたいと思います。まず110闇夜のファンファーレと似ている既存色は03番11番です。限定色の110番はブラウンっぽさが強く、この中で最も深みを感じる大人っぽいブラウンベージュであるのに対して、03番は明るくナチュラルなピンクベージュ、11番はまろやかさのあるブラウンベージュとなっていて、限定色よりも少し明るい色合いです。3色とも黄みが感じられて、ベージュっぽさがあるところが共通点かなと思います。限定色の110番に似ている色は11番で、この色に少し深みを足したら110番に近い色になりそうです。続いて111茜の静寂と似ている既存色は04番10番14番です。限定色の111番は赤みの強いオレンジブラウンであるのに対して、04番は黄みが強いオレンジブラウン、10番は黄みを含んだレッドブラウン、14番がクリアなオレンジです。どのカラーも黄みを感じるオレンジ系のリップというところが共通点です。一番似ていると感じた色は10番で、この色のトーンをもう少し暗くしたら111番に似た色になりそうです。続いて112真夜中の褒美と似ている既存色は05番11番です。限定色の112番はグリーンパールがたっぷり配合されたダークレッドであるのに対して、05番はくすみがかった大人っぽいブラウンベージュ、11番は黄みを含んだブラウンベージュです。
112番と05番はパッと見の印象だとすごく似ている色ではありますが、112番の方が色合い自体は少し暗く、さらにパールが入っているので05番をすでに持っているという方でもまた違ったニュアンスを楽しめるカラーになっていました。続いて今回のマイリップモンスターシーズン4の数量限定色を使って色持ち耐久検証を行いました。今回は112真夜中の褒美を使って検証していきます。まずはティッシュオフです。ティッシュに少しだけ色は移りますが、唇の色はほとんど落ちていませんでした。ティッシュオフをするとパールの質感が分かりやすく感じます。続いてコップにつくかどうかを検証していきます。結果はほとんどコップへの色移りは見られませんでした。外で飲食するときにも安心です。続いてお昼ご飯を食べた後はどうなっているのかを見ていきます。塗りたての時に比べてツヤ感は弱まりましたが、色はまだしっかりと残っています。最後に塗布から5時間後、唇にどれだけ色が残っていたかクレンジングで落として確かめてみました。クレンジングで拭き取ってみるとコットンに色がついていたので、ご飯を食べた後5時間後も唇に色が残っていたのがわかると思います。今回は12月16日にケイトより数量限定で発売されるリップモンスターの限定コレクションマイリップモンスターシーズン4をご紹介いたしました。今回の3色はどれも深みニュアンスの大人っぽいカラーで、秋冬シーズンにぴったりの色合いがとっても可愛かったです。今年1年でリップモンスターから様々な限定色が展開されました。皆さんの推しの1色があればぜひコメントで教えてください。そしてリップモンスターの今後の展開も楽しみに待ちたいと思います。ケイトマイリップモンスターシーズン4数量限定3色のパーソナルカラー仕分けはこちらです。しずる TV は専門家監修のもと、新作コスメ情報やパーソナルカラー情報をお届けしています。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。